さあ今回はですね、はい、見ていた女の子たちは絶望するというようなトラウマ展開で終わったっていうような、少女漫画作品、はい、まあ、この辺のことの話をさせてもらいたいんですけどもね、はい、まあ、少女漫画作品やそのアニメ化作品ではまあね、意中の人と結ばれて終わるなどハッピーエンドを迎える作品が多いですよね。中には嘘でしょと驚くような展開で終わった作品が実はあると、まあ、テレビで見ていた女の子たちが絶望したであろうトラウマ展開で完結したというような作品、まずは、1972年に週刊マーガレットで連載が始まり、1979年から、テレビアニメが放送されたベルサイユのバラ、ご存知ですか？ベルサイユのバラを知らない人もいないんじゃないかなと。このぐらい有名ですよね。バラはバラはってやつですね。うん、バラはバラは、まあ、あの子供の頃、あんまり見はせんかったんですけどね、まあ、多分宝塚歌劇団とかでもよくやられてるから、ベルサイユのバラ、まあ、今もなおね、熱烈な人気を集める作品です。主人公オスカルの名前は物語を知らなくても聞いたことがあるという人は多いでしょう、うん、オスカルね。そしてもう一人の主人公はこれマリー・アントワネット、まあ、フランス国王ルイ16世の王妃、オスカルは女性の見ながらマリー・アントワネットに使える、要するに女性なんですけど男性を装うわけですよね、まあ、マリー・アントネットに仕えて、でフランス兵、のね、兵隊の、ベルサイユ、常駐部隊のね部隊長まで上り詰める。そんな折フランス革命が勃発する。オスカルは、貴族の身分を捨ててフランス、護衛隊を率い民衆の一員として襲撃に加わる。オスカルは民衆軍に加わってバスティーユ要塞を暴落させた後、ね、一足先に身を引き取った最愛のアンドレ、恋人でしたアンドレというのね、の元へ。その後マリー・アントワネットは死刑に。ギロチンでね。まあ、この辺はだから実際の話というのですね。歴史にそうだね。まあ、彼女と愛人関係にあったフェルゼンは虐殺されるという形。まあ、こういう形でベルサイユのバラは完全なフィクションだとされていますが、民衆側に加わったオスカルが命を落とし王妃が死刑になり、貴族のフェルゼンが虐殺されるなどほぼ実際の歴史をなぞるような悲劇が最後に描かれているというような形。戦争や革命といった時代の激動に飲まれ主要人物がまとめて命を落とすという結末に衝撃を受けた人も多かったのではないでしょうかというような作品ね、あります。そしてね、まあ、続きましてね、少女漫画の域を超えてね、枠を超えて幅広い層の読者に愛され、まあ、社会的なブームとなった、美少女戦士セーラームーン、これも実は衝撃的なクライマックスが描かれる作品なんですよ。ちょっとそんなイメージないですよね。ないですよね。このアニメ美少女戦士セーラームーンの最終回では、主人公月のウサギ以外のセーラー戦士が全員死亡するという衝撃展開ですよ、これ。終わらたかもしれないけどね、全部死んでまうと。まあ、ネット上では全滅したシーンについてあまりにもショックでトラウマになったとか、まあ、今もたびたび話題になっている。子供だけでなく最近見た大人からも、再放送で、最終回の全滅を見たら当時の女の子がトラウマになった気持ちが今ならよくわかると。初代セーラームーンは最終回だけ子供向けではなかったというのは声が上がっている。やはり活躍が多く描かれた主要キャラクターが一斉に退場する展開は見る側のショックが大きいようです。大きい、それは大きいでしょうね。あのセーラームーン子供がね、よく見てたでしょうしね。だからその時代ね、まだアニメがゴールデンタイムでやってました。だからゴールデンタイムにそういったシーンがあったというのがね、ご飯食べながらって言ったらリメイクされるのかな、なんかまたセーラームーンがやるというような、なんかニュースもあったような気がするんでね。まあ、いろいろセーラームーンも舞台化されたりね。そうですね。北川景子さんとかもね、セーラームーンの誰かの一人の役をやって、そこからこうスタンダムに上がっていくような、形だったので、またセーラームーンもまだこれからブームになっていく部分もあるかもしれません。そしてもう一つね、1982年に第一作が放映された魔法のプリンセスミンキーモモ。結構古いアニメですね。そうですね。これはまあ夢の国からやってきた12歳の王女ミンキーモモが夢や希望を失っている人の溢れた地上に降り立つ。魔法を使って18歳の大人の姿に変身したモモが職業プロフェッショナルの技能を駆使して活躍する。呪文とダンスを組み合わせた変身シーンは当時としては画期的で、後の魔法少女アニメにも影響を与えました。
確かにね、ここ数年その魔法少女的なね、なんとか魔とかとかいろいろありますよ、ね、うん、確か、うん、まあ、そういったような先駆けになる、ちょっとしたブームですからね、今魔法少女ね、うん、まあ、しかしミンキーモーも放送当時はメインターゲットである女子層の反応が実は悪かった、はい、だから打ち切りが決定するんですよ、うん、その影響なのか最終回の第46話、夢のフェナリナーサでは、モモがトラックに轢かれて亡くなるという衝撃展開が描かれて、無理やり、反応がちょっと一つが取れないんで、終わらせなあかんと、うん、じゃあどうしたらええんかという形で、実はモモがトラックに轢かれて亡くなるという悲惨な終わりやだな、ちょっと鬱展開が描かれるというね、そういうことやったんですよね、まあ、今のね、うん、流行ってる魔法少女ものアニメのね、結構ダークなね、作品が多いんでね、そうですね、うん、やっぱり最近の作品はそういう一つの作品の中に、まあ、そういうアットホームな部分もあれば、うん、そういうちょっとこう、まあ、うつ展開と申しましょうか、うん、そういったようなちょっとね、まあ、ブラック的な、まあ、いわゆるこう複合的な感じがね、うん、する中、まあ、惹かれて亡くなるという展開で、その後改めて人間として地球のパパとママの娘に生まれ変わるという結末、うん、そういった形で、まあ、まあ一応ハッピーエンドになんやろうけども、うん、そのね、生まれ変わり方がね、ちょっと悲惨すぎますよね。そうですね、まあ、最後はまあそういう形で転生するというような形、うん、というような形なんですけど、どうでしょうか、向井さん、こういうような、まあ、実は少女、アニメ、漫画、まあ、こういうような終わり方をするというような作品も、ね、しかもメジャー作品です、うん、実は最後はそうなったというね。いやね、うん、その最後にに惹かれるっていうのはちょっとそこはちょっとね、もうちょっと違う展開がなかったのかもと、まあ、ある意味斬新な終わらし方ですね。あと、まあ、そのビジネス的な大人の事情もありながらの、もうそこでそうして、うん、そして、実の最後はこうやってね、転生するというような形で、ちょっとまあ、エッジの効いた終わり方といいましょう。魔法少女やのに、ちょっと、魔法でよけれへんかったかって話もね、やってきたらいろいろしますけれどもね、まあ、こういうようなね、ちょっとこう、少女漫画、アニメ、まあ、こういうような展開。という作品あんまり少女漫画は ね、見なかったんですけどね、ちょっと見てみようかな。そうですね、うん、僕もセーラームーンがちょっとね、まあ、テレビつけたらやってたんでね、そのゴールデンタイムの子供の時とか、ね、うん、実はこういう終わり方してたっていうのはちょっとあんまりね、ちょっと覚えてなかったんで、まあ、こんな形やったんかみたいなこともねありますしね、まあね、この動画見ていただける方でね、もしなんかあの作品もそうやったみたいなものがもしあればね、コメントいただければね、嬉しいですよね、ですね、はい、ではまた次回ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。